おはようございます。カプリです。ただいま7時半です。7時半、ちょっと前かな。昨日もまたあれがありました。何ですか、コメントがありました。コメントがありました。ルクシタンさん、私のあの朝のむくんだ顔見て、なんかカプリさんかっこいいってかっこいいか。今日もむくんでますけど、そしてなんか優しい人って書いてくれてましたね。ありがとうございます。優しくはないんですけどね、まあ、気は強いですよ。気は強いですけど気は弱いなんかね、一緒のそうこう なんていうのかな、ほっとけないっていうかね、一緒のこう遭遇の人、今日はこれです。経済的に何ですか、パック、牛乳パックに入ったやつのカフェオレですやっぱりあそこのが美味しいね。マックのコーヒー買いに行こうかなと思ってたんですけど、ああ昨日パック買ってたんだと思って、ああもったいないもったいないって。ああ今日息子が帰ってくるんですけど、夜の9時だそうですそれから飲みに出るそうです、友達と。だから朝方かな、帰ってくるのは。ですけどまあね、友達と久しぶりに会うからね、嬉しいんでしょうね。まあ今日も晴れてます。今日薪の気配かな。なかなかね、あれだわ、今日夕方になってくるとね、今までだったら7時ぐらいまでこう明るかったんですけど、7時過ぎまでね、もう5時ぐらいからこう薄暗くなってきましたよね。なんかそれもワクワクしてくるんですよね。ああ夜が長くなってくると思って、暗いのが長くなってくる、なんか嬉しい。そしてこう民家の横を通ったりすると、散歩でね夕方通ったりすると、なんかシチューの匂いとかしてきだすんですよね。シチューの匂いとか、あのお風呂沸かすボイラーの匂いとかが、あの妙にこう鼻につくんですよね。秋はいいですよね、やっぱりね。今日も皆さんは仕事かな。じゃあまた、ルクシタンさんコメントありがとうね。じゃあまた今日も一日頑張ってください。じゃあね。